ここはケーキ屋だってわかるんですけど、ここはなんだろう、ケーキ屋のプライベートルームかな。皆さんこんにちは、ジェイソンオリゴブルーだ。ヒロイエナ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタータウンハウスのおもちゃ屋の続きになります。前回の動画でこちらのタウンハウスのおもちゃ屋さんを組み立てました。個人的にこのおもちゃ屋さんの外装がレゴクリエイターエキスパートのような完成度があってとても良かったです。であとは個人的に店員さんのミニフィグとロケットライドがすごく楽しかったです。今回の動画ではおもちゃ屋からケーキショップに組み替えます。はい、タウンハウスのおもちゃ屋さんの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではケーキ屋に組み替えます。
はい、ケーキ屋が完成しました。おお、このケーキ屋も結構完成度が非常に高いです。これ僕思ったんですけど、前に作ったタウンハウスのおもちゃの2階が1階に来たと言ってもいいかな。おお。で、ミニフィグなんですけど、上のトルソー部分は入れ替えになってます。はい、ではこちらのケーキ屋を見ましょう。全体はこのようになってます。はい、では近づいてみるとこんな感じです。このケーキショップはテラス付きになってます。そして道路には街灯と装飾品があって、さらに赤い鳥もいます。後ろから見るとこんな感じです。ここはケーキ屋だってわかるんですけど、ここはなんだろう、ケーキ屋のプライベートルームかな。そういえば一部のお店ではこういうプライベートルームを出しているところはありますもんね。プライベートルームの中にレゴシティとレゴクリエイターエキスパートと、そしてこれなんだろう、レゴで作ったトラックかな。プライベートルームはガラス張りになってます。これはなかなか面白いです。あとプライベートルームの机と椅子の造形もすごくいいです。はい、そしてケーキ屋の内部はこのようになってます。後ろ側にはケーキを保存する冷蔵庫があります。窓側にもケーキがあります。ケーキの看板もあります。といえば前にレゴクリエイターケーキショップモジュール式作った時もこういうのありましたね。屋外テラスはこのようになってます。この椅子の造形に関しては結構シンプルなんですけど、僕はこれは結構好きです。そしてお店の入り口のタイルはこのようになってます。はい、付属するミニフィグを置いてみるとこんな感じです。なんかおばあちゃんと孫に見えちゃいます。ガラス張りの部屋にミニフィグを座らせることができます。あー、なんかいいなはい、レゴクリエイタータウンハウスのおもちゃ屋のケーキ屋はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタータウンハウスのおもちゃ屋をケーキ屋に組み替えてレビューしてみました。あ、言い忘れてましたけど、こちらの組み立ては全部で1時間ちょっとで完成しました。いつものレゴクリエイターの2番目と3番目に作れるものは1番目に作れるものと違って結構早く終わるんですけど、こちらのケーキ屋はタウンハウスのおもちゃとほぼ同じ時間で組み終わりました。このレゴクリエイター結構小さいパーツがあるので、まあ組み立てに時間はまあかかりますね。僕はこのケーキ屋の屋外テラスと、まあ、ガラス張りのプライベートルームがすごく良かったです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのフラワーショップに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ